だから昔からその日本という国をね、うんうん、共産主義国家に、うん、解放をする、うん、日本改造工作要綱とかいう変な文書が誰が作ったか分かんないけど、うん、あって、うん、この世界にこうやってずっとね、うん、戦略プランが書いた見るとね、うん、よくできてんのはあ、なんか着々と言ってるなと。だけれどもそれ40年ぐらい前のもんだから、唯一想定してなかったのがインターネットなんですよ。なるほど。だからその大戦略が狂ってくるのはね、インターネットの存在で狂ってくるなと、うん、はあと思って見てるんですけど。インターネットがあったらヒットラーもうまくいかなかったね。そう多分ね、うん、だからゲッペルスがね、うん、嘘も100遍言えば本当になるっつって、うん、言って本当にそうやったんだけど、今、うん、そうはいかない。インターネット嘘言ったらね、うん、最初の 2,3 回は聞くかもしれないけども、うん、4,5 回目になったら、うん、もうインターネットで消されちゃうね。そう、嘘だっつって突っ込まれて、うんうん、でみんな情報がもう世界中から何千万と来るから、うん、なぜ嘘かという、うん、ちゃんとソースがきっちり出てきますからね。出てきますね、はい、必ずバラす人も出てくるしね、誰かが見つけてきて、うんうん、でいかなる人もその自分の意見発表のアクセスが持っているということは大したことですね、うん、そう、うん、誰でも発言できるし、うん、誰にもどこにもアクセスできるし、うんうん、そしてその時の通用するのは権力でない、うん、本当か嘘か、本当か嘘かな、ファクスなんですよ。ザ・ファクスですね。だから今の中国政府が一番恐れているのは、うん、インターネットの世界なんですよ。それで、うん、そのインターネットでの情報で、うん、例えばチベットの問題にしても、ウイグルで、うん、原爆の実験で何人死んだみたいな情報も隠しきれない。隠しきれないね。それで最初はインターネットのあれが出てきた時に、うん、情報警察というのを作って、うん、3万人子供をインターネットに貼り付けて、うん、それでいろんな単語を削除したり、うん、検索でなんか具合悪いチベットっていう単語があっただけでもう全部消去するとかやって、それがまたインターネット人口が増えてきて最近で、ね、8万5000人かなんかに増員したという話なんですが、うん、その8万5000人がかりでインターネットを全部監視しててももう監視しきれない、うん、だから中国もね、うん、嘘を突き通せなくなってくると思うんですよ、ね、インターネットの力で、うんうん、はい、僕はね最近ね、これもインターネットのあたりで、知らしたいと思いましたのはね、うん、日本がペコペコ外交をし始めたのはそう古い話じゃないんですよね、うん、終戦後のね間もない頃の、まあ、岸内閣があって佐藤内閣があってそうペコペコはしなかったんですよ、はい、いつ頃かって言ったらねやっぱりね昭和60年 のね、うん、11月の、うん、国会でですね、うん、政府の委員として、うん、小和田さんが日本は東京裁判を受諾したから、うん、東京裁判の内容は認めざるを得ないということを言ったんですよ。これは政府委員としてですからね。政府委員として、その後の政府を縛るんですね。だから僕はそれ不思議に思うのはね、うん、小和田さんっていう方は英語に堪能な方のはずでしょ、うんうん、でその英語に堪能な小和田さんが、うん、ジャッジメンツとジャッジメントの違いをはっきり解釈しなかったっていうのは不思議だと思うんですけど。しかもですね、うん、重要なことはね、うん、東京裁判は、うん、紀南主席検事も何度も言っているように、うん、日本の個人を裁くんであって国や日本国民を裁くんじゃないと言ってますから、うんうんうん、それに対する判決は国に対する判決じゃないんですよ、うん、永久戦犯のに対する判決なんですよ。そんなものを国が引き受けるとすればその、うん、終身禁錮とか何かの人を、うん、講和条約発効も引き受けますよというだけの話なんですよ。だからジャッジメント だから個別の諸判決、ね、あれについて諸判決については、うん、受け入れて日本政府は実行します、うん、そういうことなんですよ。だからジャッジメントは受け入れてないわけでしょ、うん、でその違いが英語の堪能な小和田さんが、うん、なんで違った発言をしたのかが僕わからない、うん、なんでそもそものね、うん、条約の解釈が東京裁判を受諾したからね、うん、その
元を読まないでね、おそらく外務省が講和条約発行の時の訳文だけで発送したというのが好意的な解釈です。好意的な解釈ということは、その判決翻訳した外務省の役人が、判決を受諾した、と訳せば話は別だったと思います、裁判を受諾したというふうに翻訳した外務省の担当官は、チョンボだったのか、あえてそうしたのか、誰なんだっていうのをこれから先追及しなきゃいかんと思うんですよ、僕はね、あの頃はまだチョンボだったと思うんですよ、チョンボかな、っていうのはあの頃はまだ外務省はペコペコしませんから、ところがあとそれがね、判決のその、裁判を受諾しただけが一人歩きしちゃうとね、あと、あ、そうかなとなるとですね、全部日本が悪い、だから大和田さんの有名な日本はハンディキャップ国家だから、日本はこれから国際社会にはひたすら奉仕しなきゃいかんというのはね、ってなことを大マイナスですよね、それを外務省の主流的な人がね、言えば拘束しますよね、で政府まで拘束しちゃうと、日本人全部拘束するんですね。そうですよね、だからザ・ファクツってのは重要なんですよ。そうなんです、徹底的にこれはね、やっぱり事実を提示し、示していかないといけない、でそれだけのね、事実を提示すれば我々は恥ずかしいことはないというね、自信があるんですね。そうなんですよ。いや、どうもありがとうございました。